こちらも今バズっている動画です<ー>アスファルトの上で男性が描いていたのはシーサーです2体のシーサーの間に手早く書かれた文字は感謝は<ー>実はこれ那覇空港の駐機場をキャンバスにした水アートなんですーアートの締めくくりは 遅れてごめんねのメッセージすると深々と頭を下げ手を振り去っていきました飛行機の出発が遅れていた機内の乗客に対して心のこもった水アートの粋な演出投稿された動画には多くのコメントが集まりました C さんが可愛くて上手嬉しいサプライズに感謝 沖縄に行きたくなりましたこうした水アートを描いているのは本職が機体の誘導や手荷物の運搬などを行うスカイマークの職員たちですその名も水アートもてなし隊沖縄は気温が高く炎天下では10秒ほどで乾いてしまうため早くかけるポンプ式の噴霧器を使用 すぐ消えてしまって、まあ儚さもまた芸術かなと思って、それも心に残るのかなって感じで、飛行機で移動することもすごい楽しかったなっていう思い出になってもらえればなと思っています。うん、すごい。えー、このすごい美しい。であの水アートのスタッフ、この水アートの、えー、描いてる方たちが、まで、はい、美術関係の仕事を経験はない中でこういうのを始めてたんですけれど独学なんですね。で,で実は今回ネットレッドのスタッフが あるイラスト、を水アートで書いてほしいと<え>お願いをしたんです。<ら>こちらをご覧ください。っえ。う<ん>誰ですか。ええ、素晴らしい。ありがとうございます。 この画面に書いてあるこの面相利用というのはお越しくださいという意味で昨夜急きを宮司さんのために制作してくださいました人を描くのが初めてで難しかったということで宮司さん、これからまたもっと上手になるように頑張るのでぜひ沖縄に面相利用お越しくださいということでした。も、えー、もうう何倍にも可愛くいいいいいてていたただいて絶対行きまましょうねみんなでで沖縄す嬉しいどう ありがとうございます素敵だったねでもやっぱりかないけどこうやって書いてくださるのってっ一瞬だから思い出になるんじゃないですかとっても嬉しかったですありがとうございます <laughs> <laughs>